はい、どうも、おぱしです。それでは今週もやっていきましょう。さらしていいとも増刊号、皆さん、コメント、いつもありがとうございます。それではね、早速雑談なんですけれども、ちょっとね、おぱし、怒っています。まあ、ここからはですね、笑えない面白い話になっていくんですけれども、何があったかと言いますと、荒野行動というゲーム内でですね、おぱし動く懺悔ヒイラギミュウの偽物が詐欺をしていたんですね。フレンドになってあげるからお金払えみたいなことをしたりして、なりすましをして、金品を巻き上げていたわけですよ。まあ、もちろんアウト。もちろん犯罪ですね。で、まあ、それでネットイースに対してもう、うちの事務所名義で、うちの事務所のタレントたちを使ってそういうことをしてる子がいますと。だからバンをかけてくださいっていう請求をしたんですね。で、そのところ、それをバンするための手続きのために必要になるものっていうのが別途実はありまして、そちらを準備してくださいってネットイースからちゃんと連絡が来て、で、今そちらも準備し終わって全部送って、今ネットイースの対応待ちということでね、今着々と刑の執行に向けてですね、裏で大人が動いているんですけれども、なんとですね、俺も裏で実は動いていました。何をしたかというと、おぱしとヒイラギミュウの偽物と連絡がついたんですね。で、連絡してみたんですけれども、すごい悲しい事実が発覚いたしました。なんとですね、まず最初にヒイラギミュウの偽物はなんと15歳でした。おぱしの偽物はなんと14歳でした。なんで騙されちゃうんですかね、そんな子供たちにね。まあ、VC 繋がなくて、名前とアイコンだけ見て、本物だ!うわー、出勤!ってなってテンション上がっちゃったのかもしれないんですけど、悲しいですよね。俺たちのふりして中学生がお金儲けしてたんですよ。で、その中学生たちからは実際謝罪をいただきましたが、許すとはもちろん一言も言ってなく、それを俺が勝手に許していい問題でもないですし、着々と大人が裏で動いてるんで、もうそういうフェーズじゃなくなっちゃってるんですけれども、で、二人とチャットをしていて、まあ、その偽物っていうのは何、同じ中学校の子たちなのとかね、いろいろ聞いたんですけれども、非常にね、悲しかったのが、絶対に二人とも返金っていう言葉を出さなかったんですよ。多分なんですけれども、使っちゃった iTunes とか天ギフってさ、返す余裕がないんだよね。中学生だから、収入ないじゃないですか。だから、返金っていう選択肢が浮かばないのか、どうせ返せないから言わないのか分かんないんですけれども、なんかね、見ててすっごい悲しくなりました。なんで、まあ、今回はおそらく、まあ、ネットイース判断で最終的にまあ全員バンされると思うんですけれども、みんなね、すごい課金してるアカウントでした。中学生なのに、高級車いっぱい持ってて。まあ、そのお金っていうのが自分のお金なのか人のお金なのか分からないですけれども、まあ、今回はね、そういうペナルティを食らう形になるんで、ちょっと一旦反省してほしいなというふうに思います。で、今回の件でね、俺とかを逆恨みしてほしくないんですけれども、もちろんやったのは自分だし、で、俺の一存だけじゃもう止められない状況になってて、ネットイースも動いちゃってるし、うちの事務所も怒ってるし、もうみんな怒っちゃってるから、そういう段階じゃなくなっちゃったんだよね。だから、おぱしのせいだとかって思わずに、ちゃんと自分と見つめ合っていただければなというふうに思います。はい。こんな大事になる前にね、なりすましとかは皆さん絶対やらないようにしましょう。そしてですね、こういったなりすましというのは信じる方がいるから、成立してしまうんですね。なので、皆さんね、間違ってもゲーム内チャットとかでおぱしという名前、もしくはね、うごくちゃん、ざんげちゃん、ひいらぎさんとかの名前を語ってる人を見たとしても、絶対ね、本人は、ゲーム内のね、チャットなんかで金銭を要求しませんので、ご注意いただければなというふうに思います。一番ですね、おぱしファンという、お金払ってでもおぱしさんとフレンドになりたいみたいなこと言っちゃう子たちが一番見てるのはさらしていいともだと思いますので、さらしていいともの冒頭で今回は皆さんに情報を共有させていただきました。お気をつけいただければなというふうに思います。はい、ではね、早速本編やっていきましょう。こちら、オフ会でも相談したんですが、女の子とちょめちょめするときに、前儀の時は立ってるんですが、いざ入れるってなると慣れてしまいます。精神的な原因があるんでしょうか。19歳ですというね、19歳の方にね言うのも酷なんですが、おぱしドクターのね、診断結果、心因性 ED だと思われます。なぜかと言いますと、俺も同じ症状が出る時があるからです。はい、非常に悲しいですね。もうその気持ちすっげえわかるんですよ。こんなにも生きり立ってんのに、いざ入れるってなった時にヒューンみたいなね、あれ何なんだろうと思ってたんですけれども、どうやらね、症状的に心因性 ED っていうのが限りなく近いですね。じゃあどうすればいいかっていうと、結局のところ心因性なんで、そのストレスとかの元を断つか、もしくはバイアグラ、もう特効薬ですよ。もう無理やり薬の力で強制的に立たせるかしか基本的にないそうなんですね。で、俺が取った手段というのは、もちろん
バイアグラでした。この間ね7箱追加でまた買いました。いやね、みんなマジでね買っといた方がいい。男はで1回でもあれやべえ立たなかったっていう事故起きた人はマジであの常備しといた方がいいっすね。はい、もういざという時これ飲みゃいいやっていう保険として持っておくとすごい気が楽で、心意性だからこそ立たなかったらどうしようって思っちゃってるとマジで立たなくなるんだよね。もう本当にえやべえどうしようみたいな、立て立つんだおパシーってもうどっかのボクシングのセコンドぐらいもう心の中では祈ってるんだけど、もうどんどんちっちゃくなってくんだよね。えもうこのままえもう どんぐりみたいな、もうダンゴムシみたいなぐらいの勢いでもうどんどんねシュッつって縮小していくんですよ。だからあのね奮い立たせようとしてね立つんだったら苦労しないんですよ。だからもうやっぱね薬ですねそこは。ただこれはねあくまで俺はそうしているというだけの話なので、もしもね皆さんね自覚がある方、まあ心因性じゃなくても ED かもしれないって思った方、ぜひともね皆さん専門のクリニックにマジで行ってほしい。基本的に ED って放置してて良くなることってまずないんだって、悪化の一途らしいんですね。でさらにもし ED かもしれないっていう自覚がある人たちっていうのがあのアメリカと日本で同じ人数いたとしても日本人の方が本当に病院に行かないらしいんですね。もうアメリカ人とかだとすぐ ED かもって思ったらちゃんと病院に行くみたいな。だからその文化の違いとかっていうのもあってどんどん日本って ED が悪化してるそうなんですよ。で日本だと未だに避妊するときっていうとやっぱゴムつける人多いと思うんだけど、海外だともうそれがピルが当たり前になってきてたりとかして、あのどんどんその文化の差っていうのが出始めてるんですよね、そういう性的なものに対して。なんであのね ED っていうのも恥ずかしい行為とかって思わずに、あのぜひともねちゃんと病院に行ってください。で俺だけなんじゃねえのとか男としてもう負けなんじゃねえのって思うかもしれないですけど、なんと成人男性の約4人に1人、3人に1人っていうレベルで今 ED っていう風に言われています。すごい増えてるんですね。で1998年のなんかデータとか見たんですけれども、その時ってなんと30歳以上を対象にしか調べなかったそうなんですね。 ED ってもう20代なんか ED になるわけねえだろみたいな感じで、なんとですね2019年に行われた調査で20代のね ED 率どれぐらいだったと思いますか皆さん。答えはなんと約 15%、 6人に1人近いレベルでED の人いるんですよ。皆さんの大学のクラスメートにも実は何人か一グループに一人ぐらいは ED なんですよ実は。だからね皆さんそこら中にいるんです。悩まずにぜひ病院にいてください。はい、ということでね、まあオパシのリスナーはまあ 85% 近くがね男なんで、まあ、リスナーの中にもねもう ED な人が多分もう10万人とかいると思うんですよ。5万人とか、ぜひとも病院に行ってください。はい、みんなで直しましょう。俺は味方です。はい、お次こちら、最近の趣味は何ですかというね定番の質問なんですけれども、ですねこの間ツイッターであげたんですけれども、今年に入ってからですねちょっと高い買い物しまして、まあ、6万円ぐらいしたんですけれども、ポップインアラジンっていうねあのプロジェクターを買ったんですよ。これねあの電気の代わりにつけれるんですよね天井に。でそれでプロジェクターになって、で音もねなんとスピーカーも内蔵されてるんですね。であの内蔵式なんで俺音質悪いかなと思ってたらめっちゃいい、めっちゃ迫力があって、上から音がね降ってきてサラウンドみたいになるからすごいね映画館みたいになるんだよね。で俺寝室にそのプロジェクターを置いたので、すごいね楽しいんだよね。やっぱ映画とかアニメとか何でも見れるからすごいいいんですよ。ただ、まあ、月額有料制のサイトとかに登録してない人だとちょっと使い道はだいぶ少ないかもしれない。 Unext とか Netflix とかに入ってないと。でただちょっとね一点俺が思ってた使い方ができなくて、寝室でAV を見たかったんですよ俺は。寝室で AV をプロジェクターで大画面で見たかったんですよね。なんですけれども、あの現状ですねアプリに対応してるものしかポップインアラジンが対応してないので、あのエロ系に一切対応してないんですね。でもうどうにかなんねえかなと思って検索しても、まだその新しい商品だからそれに対しての記事っていうのが全然書かれてなくて、でどうすりゃいいかなと思って、もういろいろねもう一日中ポップインアラジンいじっていろいろやってみて、ようやくたどり着いたのがスマートフォンでアダルトサイトに飛んで動画を流しながらそれをミラーリングするっていうね、あのそれしか多分ないんですね方法が。でそれも対応してるサイト対応してないサイトとかがあって、あの見れたり見れなかったりするんで結構ね難儀ですね。なんで、まあ、大画面でそういうのが楽しみたいみたいな人は向いてないです。ただあの有料サイトとかに登録してて、動画をねとか映画とかをいっぱい見たいよという方にはねぜひともおすすめしたいね、いいプロジェクターだなというふうに思いました。ポップインアラジン音質もいいし画質もいいんで
で非常におすすめですね。はい、それが最近のオパシの趣味でございます。で、以前ね、さらしていともでも紹介したんだけど、俺浴室にモニターアームがあるんですよね。お風呂で映画とか見れるのいいよねみたいな感じで iPad とかを設置できるようになっててモニターアームあるんですけど、以前は使ってたんですけど最近全く使わなくなっちゃったし、マジでね、やっぱお風呂場にあるがゆえにカビるんですよ。めっちゃカビやすいだし、ケアもめんどくさいから、あの時はおすすめしたけどちょっとおすすめできないですね。はい、ということで、最近の趣味についてでした。今週は以上です。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価いただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。毎日7時にアップしております。ぜひともまた見てください。バイバイ。